皆さんこんにちは、エキスパースのよしかです。今日はですね、パースのあるライフスタイルについてお話ししたいなと思います。私がパースに来た時、4年前ですね、生活をする上で少しこれはちょっと日本と違うのかなって気づいた点がありました。それは何かって言いますと、みんなすごく健康志向というか、ものすごくこうナチュラルライフっていうところがもう生活に根付いているなっていうふうに思いました。例えばですけども、ジムに行ってる人がすごく多い、もしくはジムじゃなくって公園とか家の周りとか歩いたりとか、ウォーキングしたりランニングしたり、それぞれで自分の健康を維持する生活スタイルっていうのをみんな独自で持っているような感じがしました。で、その中でもですね、やっぱりこう食っていうところに関して健康な食事を気にかけている人がすごく多かったです。その中でもですね、ベジタリアン、ビーガンとか、そういう、ナチュラル志向な、フードを、食べているっていうことを、よく耳にする機会がありました。で、それはですね、私が、エキスパースを通して、いろんなところに取材を行ってるからっていうわけじゃなくって、スーパーでもそういうヘルシーな、ビーガンとかベジタリアン向けのフードがたくさん売られていたりとか、そういうナチュラルフードを買えるお店っていうのがパースにはすごくたくさんあるんですよ。で、レストランとかもそういう専門のお店があったりとか、あんまり私日本ではそういう、耳にしたことはありましたけれども、実際に食べたこととかもなかったですし、なんかこう、そういうご飯って味が薄かったりとか、美味しくない、なんかこう、イメージがあったので、手に取ってこなかったというか、口に運んでこなかったっていうのがあったんですが、パースに来てそういう、ナチュラル思考がめちゃめちゃある街なんだというふうに思ったので、でそこでですね、エキスパースの号でナチュラルライフスタイルっていう部分をフォーカスした特集を組んだんですけれども、その時に私がですね、すごく感銘を受けたカフェレストランをご紹介したいなと思います。こちらベジママ、味がめっちゃ薄いってい もうイメージが根本的にもう根っこからあったんで、あんまりこう取材しててもなんかどうなんやろ、どんな感じなのかな、ワクワクしつつちょっとこう不安な部分もあったんですけれども、全然ビーガンとかそのベジタリアンっていうそのアレルギーとかねあって、もちろんそのお魚、もちろんそのお肉とか食べれない人ももちろんいるんですけれども、そういう人たちじゃなくても私みたいにその普通にこう何も気にせずにいつも普段食べてるような人でも、味が薄いとかちょっと物足りないっていう感じが感じられないフードを提供しているお店です。ベジタリアンって言ったら大体こうみんなこう野菜とかサラダっていうイメージがどうしてもこう拭えないと思うんですけれども、このベジタリアンイコールサラダみたいなこうちょっと紐を付けられるような単語っていうのが出てこないくらい、すごくフードの種類が豊富なんですよ。サラダ以外にもこういうカレーだったりとか、めちゃめちゃね、野菜がね、いっぱい入ってるカレーにはなるんですけれども、めっちゃめちゃこう味がしっかりしてるんですよ。で、ココナッツカレーになるんですけれども、この前カレー特集の話をちょっとしたんですけど、私41歳のカレーを食べたことがあるんですよ、取材で。でも、そのカレーってもうかなり香辛料が入っていたりとか、もちろんね、すごいこう美味しいんですけれども、それとはまた違って、すごくこう優しい味というか、でもちゃんとこうコクもあるし、こうまろやかなテイストのカレーになってました。メニューも毎日変わるので新しい味を体験できるというか、それぞれこういろんな国から集まったシェフたちが持っているその知識だったりとか、母国での その味をちょっと入れてみたりとか、こうすごくいろんな工夫をされているフードが提供されている場所になるので、ぜひ皆さんも行ってみてください。2つ目、こちらパナシェカフェ、このカフェはですね、パースの CBD 内、パースシティのビジネス街の中にあるカフェになります。ヘルシーメニューもすごく充実していて、私が一番お気に入りなのがビーガンアランチーニっていう、もう握り拳も本当にすっごいこれくらいの握り拳くらいの大きさ の、ビーガンライスコロッケなんですよ。そのカレー風味のナッツがですね、中にいっぱい入ってる、ゴロゴロ入ってるので、結構こうボリューミーなライスボールコロッケになります。で、こちらなんですけれども、サラダボックスっていうのも毎日中身が変更したやつを
売られてるので、まあ、ランチとかにもねすごく最適なサラダボックスかなと思うので、ぜひね気になる方は行ってみてください。カフェの前にすごい広い芝生もあるので、まあ、そこでねこうゆっくりしてる方ももちろんいらっしゃいますし、たまにビーズクッションとか浮いてたりするので、まあ、そこでランチ食べながらお昼をゆっくり過ごされているビジネスマンの方もいらっしゃいます。ラスト、ローホービュレアイスクリーム。こちらのアイスクリームなんですけれども、基本的にはココナッツパウダーを使って、砂糖とかその動物性っていうそのプロダクトって一切使用してない本当にビーガン のアイスクリームになります。ビーガンのアイスクリームって私初めてこちらでいただいたんですけども、さっきもね言ったみたいになんかビーガンイコールちょっと味薄いんじゃないかなってちょっと思ってて、私アイスクリームってめっちゃ甘いイメージがあったんですよ。こっちで食べるアイスも日本よりもうすっごいもう歯溶けそうなくらい甘いやつとかもあるんですけど、薄かったらなんかシャバシャバなんちゃうかなって思ったんですけども、本当に程よい甘さ、あこれ絶対食べても太らなさそうっていうくらいの程よい甘さのアイスクリーム、なんかこう食べてても全然罪悪感がないようなアイスクリームになってたので、もうぜひアイスいっぱい食べたいけどちょっと気になるな砂糖とかって思う方はこちらのアイス食べることをおすすめします。でこちら のアイスクリーム屋さんなんですが、店内がですねめちゃめちゃ可愛いんですよ。マジで映え。店自体は全然大きくはないんですけども、こじんまりした形のアイスクリーム屋さんになるんですが、休みの日とかはですねマジで列ができるくらいすっごい人気のアイスクリームなんですよ。オーナー のジョージーナさんがめちゃめちゃ綺麗で輝いてる女性っていろんな種類の方がいらっしゃると思うんですけども、こういう輝き方したいってめっちゃ思うくらい、その中からも美しさが出てるし、話し方とか雰囲気とかめちゃめちゃかっこいいなと思って、ぜひこのオーナーさんにも会いに行ってほしいっていうのが個人的な意見ではあります。実際にね食べてみると本当に全然自分がイメージしてたような味が薄いもの、まあ、もちろんそういうのもありますけれども、でもそういうこうちょっと固定概念を崩すようなすごく美味しいって、私みたいにまあビーガンでもベジタリアンでもないそういう方たちにも向けてぜひ行ってほしいなって思ったのがこちらのその3つのねお店になります。なのでパースに来たらみんなこう健康志向だなって思うようなシチュエーションというのはすごくたくさんあると思うので、まあ、ぜひ皆さんトライしてみてください。以上パースの、ビーガンナチュラルライフちょっとお伝えしてみました。もっと詳しく知りたい方エキスパースのウェブサイトから、確認できます。以上ヨシカでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。